1日放送の TBS 系ゴゴスマ GOGO SMILE ではタレントの鈴木紗理奈が自民党の松川るいさん議員議員今井絵理子参議院議員など同党女性局員38人が7月末に観光旅行のような写真を SNS に投稿し炎上した問題について熱弁を振るった。この問題に鈴木は女性の社会進出の風を起こしてほしいと期待していた。何を食べたとかどうでもいい、フランスでどんな議論をしたのか知りたかった、これじゃ港区女子と変わらないと熱い口調で話した上で、松川さんとか優秀な人だと思っているし期待しているけど SNS とかは疎いのかもしれない、今井議員は元タレントなのでそのあたりを分かっていたと思うしアドバイスするのが役割だったのではと、 SNS の投稿が内容次第でどう影響するか今井議員がもっと配慮すべきだったと指摘。